はい、こんにちは。今日はですね、船橋市の、かなり海沿いの方ですね、港町のあたりに今来てます。で、別にね、ここから撮影しなくてもよかったんだけど、雲わかりますかね。なんかこう横の筋になってこうね、伸びてるするかな。ちょっとああいう曇りガラスって昔昭和の時代あったよね。というわけで、これを映したいがために今、ここから撮影を始めました。じゃあちょっと目的地まで、進みます。今ですね、船橋港町から、自転車乗ってですね、こういった道をひたすらこう走ってるんですけど、もうなんか車の排気ガスとかね、あと近隣の工場からこう漏れ出る、匂いですよね。それがちょっとね、きつくてですね。で、さっきまでマスクしてなかったんだけど、自転車だから。今、急遽マスクをつけて、とりあえずこの道だけ、そういう状態で走ろうかなと思ってます。よし。で、ここから市川市に入るわけですね。いや、空気が乾燥してきてるからね、車の排気ガスとかすごいやっぱり、香るようになるんだよね。夏場は全然湿度が高いんで気にはしないんだけど、さて、で、目的のルートがですね、ここ曲がっていって、で、ここずっとね、まっすぐ行くと今年の、正月あたりに撮った、船橋三番瀬公園、三番瀬海岸とかそういったところにこう出るんだけど、まだまだもうずっとまっすぐ走って行ったところにあるんですけど、今日の目的地はそこまでは行かなくてですね、ちょっと待って、このマスク、ピッタマスク的なやつが文字通り口にピッタピッタくっついて、呼吸するたびにこう口にピッタピッタピッタみたいな感じで、いや、しんどいしんどい。これちょっと自転車で走るときあれだね、もうちょっと薄手のマスクで走ろうかなと、走るのがベストかなと。よっこらせ。じゃあちょっと進んで、でね、ここね、その正月に取りに来たときに、同じ通りを走ってその船橋の海浜公園まで行ったんだけど、不法投棄がね、すごくてですね、で、なんか多種多彩なゴミが、早くもね、こういう感じで見え隠れし始めてるんですが、普通のゴミって、もう粗大ゴミだよね、が数多く捨てられてました。本当に見てて飽きないって言っちゃうとあれなんだけど、そういったものを今日これから、撮っていこうと思います。で、こういう自転車なんかもう余裕で捨てられてるよね。きっと誰かの相棒だっただろうに、こんなところに無残に捨てられて、かわいそうに。ダメならダメでね、もうどっかね、業者、粗大ごみとして渡すか引き渡すか。いやー、ちょっとそれよりこの雲がこれすごいな。これなん、鱗雲とは違う。ちょっと待って、これ電車じゃない、自転車になってまたがったものだから、よいしょ。これね、この状態でこう広くね、こう広く広がってるんですよ。すごいね。よし、もうちょっと進んでみましょうか。じっくり歩いていくと面白いんだろうけど、こう自転車だとね、一瞬でこう通り過ぎて見逃し、でもこの辺は普通のゴミって言っちゃうとねえ、それもまた変な話なんだけど、いやー、もうありとあらゆるね、家財道具敷き捨てに来てんじゃないかってぐらいすごかった。
で今日ねこうやって撮影しに来て、そういうのがなければないに越したことはないんだけど、まあそれだってね、前回来てそれ以降ね、業者の方というか、まあ市のね粗大ごみのそういう回収する方々かも、ちょっと分かんないけどね、そういう人たちが一生懸命こうね回収してくださってるのにまた捨てられてるとか、そういうのはもう本当に勘弁していただきたいなという気がしますね。ほらこれちょっとさ、これあり？これこういうの捨てるのありか。東京のあの浅草橋の九月さんの人形だね。お出かけってかわいそうにな。お出かけにも程があるよ、こんなところじゃ。美人さんだよ。まあなんか台座に乗せられてね、あの木のそこに多少の気遣いを感じられるといえば感じられなくはないけど、かわいそうな。まあでも、まあでもじゃないよな、かわいそうに。じゃあね、これはあの人形さん、お人形さんは前回はなかった気がするな。まあ、とにかくね、のっけからぶったまげたな、うん、まあ他にもいろいろあるわけでね、まああっちゃいけない、あない方がいいんだけどね、もちろん。もうあのお人形さんだけにしてほしいとねいう気もしますが、うん、まあこれね、あの撮影して、でまあ動画出すじゃない。でそれ見た人が、あああそこに捨てに行きゃいいのかって思うかなと思って、もしかしたら。でちょっとね今回どうしようかなって一瞬思ったんだけど、うわガラスが。ただね、なんかあの辺そういうことになってるんだっつって、人々の関心、うん、目が行くようになってですね、でちょっと気をつけましょうみたいなね、うん、地域全体でというか、まあ、この辺、まあ、そうね、願わくばこういうところを警備してくれる、まあ、警官の方もそんなね、いちいち暇じゃないだろうけど、まあ、ちょっと気に留めていただければいいかなという願い、そっちの方に期待を込めて、うん、ちょっと動画をね、回すことにしました。こういう布団が。まあ、布団もあったり、まあ、布団はね、まあ、どっかありがちという気も、いろんなとこ、まあいろんなとこ捨てられてるっていうのも問題発言だけど、まあまあよく見かけるパターンではあるんだけど、そうね、だからもう多種多彩。いやこれだよな、これ前回見たな。うん、これ多分洗濯機だよね、多分っていうかもう間違いなく洗濯機が破壊された状態でここに、横たわっていると。こういうの捨てられる、捨てに来られるっていうのはさ、あれだよね、一人じゃ無理だよね。なんかさ、そういう業者じゃないけどさ、なんかである程度ほらトラックとかそういう、まあ最低でも軽トラとかそういうんじゃないとね運べないだろうから、うん、気軽にこうね、ちょっと面倒だから捨てに行くかって一人でフラッとこう行けるような、持っていけるようなあれじゃないもんね。悪質っちゃ悪質だよな。ああもう見えてきたな、第2の洗濯機。あ、じゃあ前回から変わってないのか。うん、洗濯機はね2台ほど見たのよ。うん、これ
マジかよ。うわ、3台もあるじゃん。便器もあるじゃん。なんだこれ。これうちのとは違うな。メーカーは同じかもしれない。うん、タイプはもうちょっとでかい容量の。おいおいおい。便器もある。で、なぜかちっちゃい目覚まし時計が。なんだあれ、ファンか。なんか USB かなんかでつなげる小型扇風機かな。勘弁してくれよって思うよ。ね、この足元にこうガラスも結構ね落ちてるんですよ。あ、だちょっと気を取られすぎて、まあさすがのこのマウンテンバイクのね、あの太いタイヤでも、あのビール瓶ぶち割ったような、ああいうねごついこう鋭利な破片だとちょっとざっくりいきそうな気もするんで、まあここら辺な、監視カメラもなそうといえばなそうだし、こういうねゴミ捨てに来る輩にとっては格好の場所なのかもわかんないけど、もう腹立ってくるね本当。うん、いや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 、うん、うん、集中的にね、なんかこの前、うん、そういうねゴミを発見したのはもうこの辺なんだけど、もうちょっと先にもあったかな。あってほしくないと願う一方でね、願う一方で、あって言うとさあってほしいみたいな言い方だよねあってほしくないといいっす、あってほしいみたいな。それと、これ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 。これね、別の場所にあった。この椅子。そう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 。この椅子あったわ。これね、そっちの方にね、あったんだよ。で、あ、それはなくなったんだなと思ったら、ここにありましたね。うん。じゃあちょっとね、ここで一回粗大ごみ編は、ここで終わりにします。で今度ね、ちょっと反対側から、まあおまけ動画としてくっつけちゃうかもしれないけど、そのちょっとこの新港大橋を渡って向こう側からちょっと今度撮ってきて見ようと思います。はい、新港大橋の、反対側に、走ってきました、ね、こういう感じで、まあ、一見のどかな、まあ、ここら辺工業地帯なんでね、大型トラックが、ひっきりなしにこう走ってる状態ですね。なので、まあ、のどかではないね。じゃあちょっとね、反対側から今度移してみようと思います。今みたいにこう自転車がね、結構走ってくるんで、あ、なるべくね、すれ違いたくないという、ちょっと道幅が細いんでね。で、ちょっと念のため言っときますけども、まあ、本来自転車、まあ、向こう側からね、反対側の左側通行で、走らなくてはいけないのが、まあ一応前提としてあるんですが、まあ、今回こういうね、ちょっとこうと、まあ、特殊なというか、場所なので、ゆっくり徐行しながら、こちらの、まあ、歩道を走らせていただこうと思います。実際こっち結構ね、自転車、まあ、逆走といえば逆走なんだけど、まあ、走ってる自転車が多いので、ちょっと行ってみましょう。まあ、万が一、歩行者とね、出くわすことはないんだけど、まあ、自転車とすれ違うことが多いので、そこはお互い気をつけながら、ということに。
いやで今度なんでねこっちからこう移そうと思ってるかというと、ここの工場がねちょっとここ調べてこいよっていうまた話なんだけど、まあまた字幕さんにお願いして何の工場かは字幕で入れさせていただくことにしますが、ここがねやっぱりツイッターで上げたかな、ちょっとラピュタみたいなさ、ラピュタなのかは なんだっけナウシカじゃなくて、この工場のこの雰囲気がなかなか後ろが来てないような、たまりまへんなということで、伝わりますかね、この鉄しい感じの、もうザ・鉄みたいなね。ちなみにこれさっきのあの椅子があったポイントで、今反対側からこう覗いてる状態。ちょっと暗くなっちゃってるかな、色味的に。なんかあれだよね、あの豚さんみたい なんだっけ、あの紅の豚かな、なんかわかんないけど、ちょっと俺もそこまで詳しくないからね、あのそういう豚さんみたいなキャラクターが出てきて、さあ仕事だ仕事だ、働けみたいな、なんかそういうのあったよね。なんだっけな、それは千と千尋だっけ、なんか工場長みたいなさ、その豚さんが擬人化したキャラクター、サングラスかけたかなんかで、うん、さあみんな働くんだ、うん、汗かいて働けみたいな、なんかそのなんかいろんな作品ごっちゃになってるかもしれないな。わかりまへんけど、まあいやいい感じなんですよこれ。何の工場かな、ちょっと進んでみましょうかねって言ってね、後ろからこうまたね自転車が来て、で邪魔しちゃうとね、あの申し訳ないんで、この音がねまた、あちょっと見えないね、この鉄っていう感じの音がねたまりまへんなと。あの工場夜景マニアとかいると思うんだけど、まあ夜景じゃないけどねこれ、まあ、工場マニアとかもね、よいしょ、いると思うんだけど。なんかその気持ちもわかるなというか、こういうあの鉄工所みたいな工場、同じ、あまあいろいろね工場あるけどジャンルが、そういうのをこう見て回るのもね、一つ楽しいかなという気は、してますね。川崎製鉄とか昔ね、あの千葉にある川鉄の工場とか、学校のね、あの小学校の見学とか社会科見学で行ったけど、すごかったもんね、ダイナミックで。働いてる人はもう大変だと思うけど、そんなダイナミックでさ、すげえよとか能天気なこと言ってくれるなって いう感じだと思うけど、いやもうね、日本のね、そういう産業をこう支えているというね、そういう息吹もこう感じられながら、いやでね、ここその産業においてですね、こういうね、冷蔵庫じゃないや、洗濯機とかも作られてると思うんだけど、一生懸命ね皆さんが作ってくださってですね、まあ、今海外の工場が中心かもしれないけど、まあいうのもうね、むやみやたらに捨てるんじゃないよと思いますよ。でもちょっと幾分ね、効果不効果っていうか、まあコートを取りたいんだけど、ゴミは少なくなってる気がするな。ただね、残って依然としてね、半年もう1年やべ、ガラス踏んだか、依然としてね、粗大ゴミ残ってるのもあるんで、もう1年前、ほぼ1年経つけど、うわー、ガラスだ。危ねえ、今これ踏んづけた。これね、今大丈夫だけど、これブロンプトンとか、通勤用チャリだったらもう、
確実にアウトだったな。ここから自転車引いて家まで帰る羽目になってたかもしれないな。まあ、途中自転車屋さん寄ったとしても、ここら辺ないからね、この周辺全くそんなお店は。あっぶね、ちょっと注意力散漫になっちゃうとまずいから、まあ撮影しつつね、下にも路面にも注意をね、ちょっとしていきましょう。でさっきの日本人形のね、お出かけちゃんの前まで到達したら、まあこの動画を終わりにしましょうか。あれかな、あれもう通り過ぎたか、もしかしてあれかな、あ通り過ぎたかもな、いつの間にか通り過ぎてたっぽいわよし、じゃあわけのわからないこの板ガラスのところで終わりにしましょうかね。板ガラスじゃねえや、なんだこれ。はい、じゃあね、まあ、こういう今日は粗大ゴミが捨てられてるということをテーマに、撮ったんですが、まあね、ちゃんと決められた、ね、方法にのっとって、皆さん捨ててくださいね。えもう今ね、環境問題がどうのとか、ビニール袋をね、レジ袋がどうだとか言ってるけど、そんなのよりね、こう根本的なこの粗大ごみとかね、そういうのをもう捨てないようにっていうのをね、普通のごみとかでもそうだけど、飲み食いしたやつをそこら辺の海岸にねそっぽり投げちゃうとか、捨てないようにということを強く啓蒙する方法を考えないと、ゴミ袋規制したところでね何も変わんないよ。ちょっとバカバカしいと思いますね、私は。はい、そんなところです。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。それではまた。ね、日本人形、お出かけちゃん。通り過ぎたと思ったら、こちらにまだいた。ちょっとね、不憫でならないけど、連れて帰るわけにいかないからな。はい、今度こそ終わりです。はい、それではまた。